世田谷美術館美術大学通信講座、自宅で毎日3分クロッキー、絵描き初め、12月に募集させていただきまして、今年もたくさんの方が絵描き初めを書いて送ってくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。絵描き初め自体は今年で3回目、3年目になるんですけれども、いつもの方もいらっしゃれば、今回初めて応募くださったという方もいらっしゃいまして、そちらの作品の方をこれから見ていきたいなと思います。はい、宮城さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年もお送りいただいてありがとうございます。そして初めて送ってくださった方もたくさんいらっしゃって、とても嬉しいです。絵を見てそれを通じて、いろんな皆さんとの共有をしたいと思います。お願いいたします。はい、お一人目ですね。はい、お願いします。いちさん、昨年希望をくれた一輪の野の花が、今年は暖かいのでたくさんの花とつぼみ実までつけていました。最初の1枚絵描き初めです。何枚も描きました。タイトル、野の花ということです。はい、ありがとうございます。野の花に目がいったっていうところがいいですよね。これがやはりクロッキーの醍醐味というか、描こうと思わなかったらなかなか目に止まらないものに目が止まる、それがいいことなんじゃないかなと思います。それが元旦にそのような目が開けて、このような野の花の美しさに触れられたってことがとても素晴らしいかなと思います。絵としてもとても細部まで色々な特徴を、葉っぱも実も捉えようとしています。その辺がとても好感を持てます。このように身近なささやかな美しいものを目を向けてあげてください。きっとまた楽しいものが見えてくると思います。ですね。IK さん、10月の北海道はまだもみじの走りと言われましたが、十分な色合いでした。10月に描いたってことですか？いや、それが時間が経って、はい、広々とした風景の中では新鮮でのびのびと感じられました。拾った落ち葉が時が過ぎて反り返って追う形になり、改めて見ると様々な色合いが見えるとともに、葉脈の細かな編み目が綺麗で複雑な構成でしたが、形より色の変化ではないかと思いました。正真正銘、2024、1月2日とありますね。はい、どうもありがとうございます。秋に拾った落ち葉をね、ずっと取っておいたと。それをクロッキーすることでまたそれが定着される。それは素晴らしいことですね。そしてこの色の変化、やはり紅葉の色の変化は色で捉えたいですよね。その色がとってもよく捉えられていると思います。赤色から黄色、緑、さまざまな色の複雑な色がとても捉えられているので、これは色を使った意味がありますね。そのような色を使ったクロッキー、これがとても最大限に発揮されている例じゃないでしょうか。それを元旦にささやかな落ち葉をしっかり描く、いいスタートを切れたんじゃないかと思います。これからもこれ素敵だなってものを取っておいたり、またすぐそこで描いたりする、そういうことをされるととてもいい一年が送れるんではないかと思いますので、また次の時も見せてください。ありがとうございます。はいはい、次は TK さんですね。こちらの方も毎年いつも送ってくださる、これはデコポンみたいですね。はい、東屋さん、三宅先生、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。はい、先日今の季節では珍しい大きな葉付きデコポンをいただいたので、食べる前に書いてみました。ほぼ実物大ですが、ちょっと拡大しちゃってるので、重量感が出せたら良いなと思って鉛筆で書きました。この時期毎日3分クロッキーを毎日続けようと思うのですが、この時期というのは毎年のお正月ということでしょうか。なかなか続きません。今年はもう少し頑張ってみようと心新たにしているところです。今年もよろしくご指導ください。はい、ティーケさん、ありがとうございます。このデコポン、この重量感音というのもコメントにありましたけれども、本当に量感があって、それが捉えられて素晴らしいですね。
どうしてもねこういう果物って輪郭から描いてしまうことが多いんですけれども、その量感丸々感じながら描いているところ、その辺がとっても絵としても素晴らしいと思います。こういうものを捉えるというのもクロッキーの、一つの特徴だと思うんですよね。どうしても線描っていう概念はありますけれども、こういう捉えたいと思うものをさっと捉えるっていうのがクロッキーの本質だと思います。その本質が捉えられている気がいたします。そしてやはり果物ってね、やはり素敵ですよね。その自分の好きな果物、昨年はねハボタンでしたっけ、送っていただきましたけれども、このように身の回りの自然物を捉えることでどんどんいろんなものに目が開けると思いますので、今後もまたいろんなものを描かれてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次は、ずいさんですね。こちらもお正月らしい。はい、はい、明けましておめでとうございます。久しぶりに鉛筆を取り、眠っていた細胞を叩き起こして頑張りましたが、35分かかりましたということです。はい、ありがとうございます。35分かかってもいいんですよ。このね、ZH さんとても丁寧なんですよね。毎年送っていただきますけれども、この丁寧に一個一個の締め縄なり飾りのもの、縁起物をよく見てます。それが一番素晴らしいことだと思います。書こうとしなかったら見もしないんですよ。お正月飾りもね、皆さんの書く過程にあると思いますけれども、やはり書くことで、あ、こんな形してたんだ、こういうものがついてたんだというものが分かると思います。このように毎年ね、縁起物に目を向けるということも、いろんなことを考えるきっかけになると思います。そして何よりやっぱり大事なのが、この誠実さ、この本人の人柄を伝わるような誠実さがこの絵から感じられますね。今後も毎年気になったものをしっかりと丁寧に見てあげてください。ありがとうございました。次、MN さん、こちらも毎年送ってくださいますね。はい、はい、MN さん、三宅先生、東谷さん、今年もよろしくお願いいたします。元旦に食したアワビの外側を描いてみました。これまでキラキラする虹色につい目が引かれておりましたが、今回はゴツゴツな外側に発見がありました。巻き始めは真珠色に輝き、渦巻く成長線の子はあたかも浜辺に引いては寄せる波、銅のような色も表現したかったのですが、東京離れていた画材が足りず、手元にあった蛍光ペンで、なんとか着色してみました。ありがとうございます。お正月ですからアワビ食べられたんですね。アワビの内側の美しさにね、どうしても気がいくけれども、この外側の美しさも捉えたっていうのが素晴らしいですね。特に外側ですと、この渦巻きの具合がねよく出るんですよね。そしてコメントにありましたように、この成長線という、こう成長力っていうんですけれども、成長力が波のように見えた、押し寄せる波のように見えた、それは素晴らしいし、絵にもそれが現れてますね。手元にあったものでささっと描いた、それがクロッキーのいいとこです。道具がなきゃいけない、描けない、そういうことではなくて、手元で何とかしようっていう心がいい絵につながったと思います。これはその通りね、すごく何とかしようという感じが出て、非常に美しく、それを水で薄めた感じが非常に美しい貝のところ捉えたと、それ辺がとてもいいですね。この貝としての形としても面白いし、色としても面白い、その辺の良さが存分に出た、そしてお正月らしいモチーフを描かれたんじゃないかと思います。また素敵なものを描かれてみてください。ありがとうございます。はい、では次、こちらも毎回送ってくださる、TO さんですね。皆さん、はい、CEO さんのコメントですね。外出するときはいつもクロッキー帳とサインペンを持ち歩くようにしているのですが、ほとんどそのまま帰宅、とても毎日は書けません。しかし今年も3分クロッキーの精神を大切に続けたいと思います。今年は生物を描きたいと思ったのですが、描きたいモチーフを思いつかず、去年ろ過公園で拾ってきた松ぼっくりを水彩絵の具で描きました。はい、
毎年送っていただいてありがとうございます。今年も素晴らしい作品が送られてきました。この松ぼっくり、まあ、素晴らしいですね。もうこの画力の高さが非常によく出ていると思います。松ぼっくりね、やはり気になって美しいと思ったから拾って撮っておいたんですよね。それを、まあ、お正月にこれを描こうっていうスタートにもとてもいいんじゃないですかね。松ぼっくりの特徴をとてもよく捉えているし、あのこの幾何学的なこの法則がある形、複雑な形もね、あのとってもよく描けていると思います。あのこれだけね、あの画力があるから描きたいと思うものをすぐ捉えられることができていると思います。これからも気になったもの、美しいな、いいなと思ったものをどんどん描いてみてください。あのまた見せてください。ありがとうございます。ありがとうございます。お次も毎年、描いてくださる、CT さんですね。CT さん、昨年は16歳7ヶ月のモコちゃんの立ち姿、あまり見えなくなってしまった目でスクッと立って一点を見つめている姿でした。そちらを送ってくださったんですね。今年もまた、17歳7ヶ月のモコちゃんを描くことができました。未だ20分近く散歩もできますが、普段は、やばり寝姿が多くなってきました。生まれた時は真っ黒の毛並みでしたが、今では尻尾だけが真っ黒です。一日でも長く共に過ごしたいと望む日々です。はい、シティさんありがとうございます。去年もね、この子モコちゃんっていうのかな、この子を送ってもらいましたよね。17歳、すごい長命ですよね。でもこの子を見つめるという、見つめるためにあのクロッキーっていうのは最高だと思います。あの私いつもね、あのクロッキーは上手でなくてもいいよということはいつも言ってます。あ、それはなぜかというと、うまいよりも見つめること、向き合うことが大事だと。でこの愛犬と向き合う、そのきっかけとなるクロッキー、まあ、それがね、あのより強くなっている気がします。昨年はスックと立っていて、今回はね寝てる姿ですけれども、まあ、そういう日々の姿を捉えること、まあ、それはもう愛情ですよね。愛情がここに溢れてる気がします。そして絵としても見てもですね、素晴らしいんですよ。この色の具合とこの白を使ったところも非常にこの子らしい毛並みの感じ、あの特徴を捉えていて、あの色、形、姿、いろんなものが全て混然一端となって、あの素晴らしい絵になっていると思います。あのこの子とあの過ごす日々の1ページが毎日毎日増えていくことを、あの私も願っております。あのクロッキーを通してこの子といい1年をまた今年もお送りください。ありがとうございました。次も毎年出しています、CA ですね、はいはい、なかなか思うようには踊らせてくれない相棒と、もっと仲良くなりたくて正面から向き合ってきました。すみません、私です。はい、CT さんありがとうございます。去年、一昨年とうちの猫を描いてたんですけれども、はい、今年何を描こうかなと思って、ちょっと 毎日今あの取り組んでいるこの人とちゃんと向き合ってみようかなと思って、この角度であんまり普段見ないので、うん、はい、ありがとうございます。いや本当に意外ですけれども、あのとても素晴らしい絵が送られてきて、あのこれはちょっとびっくりしました。やはりね、自分の相棒、まあ、相棒と言ってましたけれども、自分が何かを成し遂げようとするときにどうしても必要なもの、まあ、私で言ったら彫刻刀であったり、またデッサンであったら鉛筆であったりとか、あのそのような道具が必要です。ですからその道具というのは自分の身体の一部である。この東さんにとってこのトウシューズっていうのはもうもはや自分の身体の一部になっている。いや、なってはないですね。なったらいいなと思ってます。見つめる、あのその相棒を見つめる、意外とね見つめようとしないんですよね。それを、いや描こうとすることで見つめる、まあ、あのトウシューズっていうのは独特な形をしてますけれども、私たちは普段は見慣れないものですけれども、本人がそのこの特殊なね、シューズを向き合い、これ履くことによって踊ることができる、あの本当に素晴らしい相棒だと思います。相棒と向き合う、先ほどねワンちゃんと向き合っていたと同じように、トウシューズと向き合うことで、あの自分とこれ
これから過ごす、そして自分の何かを成し遂げる、その大事なものと見つめ合う、そのきっかけ、そしてそれが元旦である決意もありますよね。決意も感謝もいろんなものが含まれていると思います。それがこの丁寧な線描でよって、とても丁寧なんですよ。丁寧に見つめているところが伝わってきて、素晴らしいクロッキーかなと思います。ありがとうございました。次も去年も送ってくださった、マキさんですね、正月に飾った花を描いてみました。全体のバランス、チューリップの花のふくよかに開いていく様子、菊の花のたくさんの小さな花弁がどんな風に連なり、それぞれ違った色を出しているのかなど、いろいろ気づかさせていただきました。良い機会をありがとうございます。楽しい講座がこれからも続きますように。あ、どうもありがとうございます。様々な花がね、色とりどりですよね。それを色で捉えたのがいいですね。やはりこの赤い、三輪赤で描きたい、緑、黄色、ピンク、いろいろな色が入っていますけれども、この色を捉える、そしてその華やかさ、そして植物を通していろんなものを見る、いろんなものがね、この絵に一枚に入ってるんじゃないかと思います。これが元旦の絵描き初めということで、決意も含まれていると思います。いろんなことがこの絵をスタートとして、またいろんなものに目が行くんじゃないかなと思いますので、こういう身近なもの、その中の美しさをこれからもどんどん捉えていってください。どうもありがとうございました。はい、次は TF さんです。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。辰年ですので、もちろん雲竜桜を飾っています。元旦に一輪開花、枝も大きく一部花のあるところを描いてみました。それも1センチほど、つぼみも5ミリと小さく、老眼にはかなり厳しかったですが、雰囲気で描いてみました。2024年が幸多き年になりますようお祈り申し上げます。ありがとうございます。これもまた辰年のまたおめでたいモチーフを描いていただきました。まさに龍昇るようですね。これ構図もいいですね。対角線構図で、この本当に昇龍というかね、龍が昇っていくような、そして昇っていく途中で花が一輪咲いた、これは嬉しいですよね。このあ素敵、嬉しいと思った時に描く、これが一番クロッキーの大事なところでもあって、いいモチーフ、そしていいところを捉えたんじゃないかなと思います。こういう意外と小さい枝なのかもしれませんけれども、小さいところに目が行く、そして小さいけれどもこれが希望が詰まっている、このあと開花、どんどん開花していくんですよね。それがやはりお正月の元旦らしいなと、これからどんどん開いていくぞ、登っていくぞ、その昇龍、雲龍、そのようなものがこれに込められてるんじゃないかと、いいモチーフを選ばれて書かれたなと思います。良い一年になりますように。はい、次もお正月のお花ですね。はい、AK さん、初参加の方ですね。いつも動画でクロッキー講座を拝見しております。これまで先生や生徒の皆様の作品にただ感心するばかりでしたが、昨年三宅さんの展覧会に伺ったことをきっかけに、ありがとうございます。自分でも書いてみようと始めました。実際に書いてみて、先生のおっしゃっていることの意味が少し分かったような気がして嬉しくなりました。最近はお休みしていたのですが、先生の上手下手は関係ありませんというメッセージに背中を押され、勇気を出して参加させていただきます。あ、どうもありがとうございます。動画も見ていただいて、そして展覧会も見ていただいてありがとうございます。やはりね、また実際に自分がやるといろんなものがまたわかるんですよね。それを少しでもね、伝わったら嬉しいなと思います。聞くってすごく、日本人にとって馴染み深いんですけれども、すごい難しいんですよね。書くとね、どっから書いていいんだって、私も未だにわかんないです。だけれども、丁寧に花びら一つ一つ、周りを包むようなこの R を捉えようとしているところもよく描けてますし、やはり丁寧に見るということが、そして向き合うということが大事ですよね。それがよく捉えられていると思います。
まあ、いいモチーフじゃないかと思います。この難しいけれどもしっかりと向き合う、そしてそこから自分の中からいろんなものを希望を見出したりする、まあ、その元旦というかね、お正月にふさわしいモチーフでもあると思います。また今後もたくさんいろんなものを日々書かれてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。お次の初参加の方、これは横でいいんでしょうか、ね、縦かな、縦、こう縦、はい、あゆさん、今年はきちんとした人になりたくて、まずは高級歯磨き粉を使って気持ちを引き締めたく、絵描き図面でも描いてみました。普段は400円ぐらいのドラッグストアで売っているものを使っていますが、こちらはなんと2750円で伊勢丹で購入しましたとのことです。はい、ありがとうございます。初参加ありがとうございます。面白いモチーフが来ました。また高級な歯磨き粉ですね。私もいつも300円ぐらいのを使ってますけれども、また高級だからってことも別としても、毎日歯を磨くときにそれを見つめることないんですよね。それを見つめた、まあ、たまたまその高級だからってことで見つめた、そのきっかけに、いいきっかけになったんじゃないですかね。そしてより効果が高くなるんじゃないですかね、これだけ見つめてあげたらね。まあ、これをきっかけに、まあ、いろんなものに目が行くと思います。それのなんかスタートとしてね、お正月に書くっていうのも面白いなと、ちょっと私は考えもしなかったモチーフだったんですよ。それがいいですね。このように意外なものに目が行く、それがいいので、いいモチーフを送っていただきました。今後も身の回りのもの、素敵なものをどんどん書かれて、楽しい1年過ごされてください。ありがとうございます。ありがとうございます。次も楽しみにしております。次もお正月の植物ですね。はい、はい、ほほえみさんからです。たまたま世田谷美術館のホームページで、この方も初めての方ですね。ありがとうございます。たまたま世田谷美術館のホームページでこのイベントを知り、面白そうで応募しました。初めての体験、見るのと書くのとでは大違い、とても難しかったです。でもおかげで、新年から、絵描き、笑いのあり、笑いありの楽しいお正月になりました。書き笑いですね、きっと。書き笑いのある楽しいお正月になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。書くことで笑顔が生まれたっていうんだったら、とってもそれはいいですね。やはりもいいモチーフですよね。これ千両かな、千両に松に稲穂かな、このようなおめでたいモチーフを書いて自分もおめでたくなるっていうのはいいですね。やはりね、こういうおめでたいものって書きたくなりますよね。そして書いててみんなが笑顔になる、そして幸せな気分になるっていうのもいいスタートなんじゃないでしょうかね。やはりそれこそお正月だからこそのモチーフだと思います。ありがとうございました。次もお花ですね。はい、はい、MF さん、デンファレですね。今年も大好きな植物を中心に描く予定、よく観察して小さな発見を楽しみながら描いていきたいと思います。ありがとうございます。昨年もトルコキキョウだったかな、送ってくださいましたけれども、大好きな植物を描きましたっていうコメント今ありましたけれども、もうその植物をめでてる感じがいたします。そしてこのデンファレ、この色、この難しい色だと思いますよ。素晴らしくよく捉えられていると思います。花だけじゃなくて、この他のね、茎やら実やらその辺の色もとってもよく捉えられていて、いい絵ですね。すごく素敵です。これこそね、やっぱり捉える価値があるというか、描くことでこれから1年がいい1年になりそうな気しますね。素敵なモチーフを描かれたと思います。これからも自分の好きな、また自分が素敵だなと思う植物、まあ、植物じゃなくてもいろんなモチーフを見つめて描いてあげてください。そしてまた見せてください。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、K.E. さんは、我が家のささやかな松飾り、昇龍、昇龍ですかね、織龍、昇龍、織龍を粘土で作りましたということです。
はい、ありがとうございます。確か、一昨年虎をやはり正月飾りの虎を自分で作り粘土で作りましたと言っていたので、毎年十二支を作られているんでしょうね。今年は昇り竜ってことで、また自分でモチーフを作って自分で描くっていうのもこれいいじゃないですか。またね、あの意味合いも深くなりますよね。2つの楽しみができますよね。作って描いて、そして自分の意思をここに込めるという、それは素晴らしいことかと思います。そしてこのお正月の、これ以上ないスタートのモチーフだと思います。今後も作って描いて良い一年にされてください。ありがとうございます。YH さんですね。YH さんも初めてじゃないでしょうか。はい、そうですね。あ、ごめんなさい、失礼。そうね、正月ですから、そうですね。はい、愛犬のね正月ということで、いつも愛犬を描いてみたいと思っていたのですが、起きているときはじっとしてくれないし、寝ているときに紙と鉛筆を取りに行くと必ず起きてしまう2歳のおてんばちゃん。でも元旦にたまたま気持ちよさそうに日向ぼっこしたまま寝落ちした姿を発見。音を立てないようにクロッキー帳を持ってくることにも成功。もちろん途中気づかれて愛犬は起き上がってしまい途中になってしまったけれども、描いててとても優しい気持ちになるものだと気がつきました。寝姿ばかりになりそうですが、今年はもっとたくさん鉛筆を走らせようと思ってます。どうもありがとうございます。愛犬を描かれたということで、確かにね、愛犬、私は猫を飼ってますけれども、犬猫は動いちゃうのでなかなか描きづらいんですよね。やはり寝ている時は描きやすいと思います。ただね、この描いている時に幸せな気持ちになったというようなコメントありましたけれども、本当そうなんですよ。自分の愛する自分の家族をね、描いている時というのはとてもこちらもいい気持ちになります。一緒に過ごしているという、見つめることは多分愛情だと思うんですね。だから上手い下手ではなくて、この自分の愛するものに向かい合う、ただ向き合うんじゃなくて書こうとすることでより深く向き合う、それがね、やはり自分のとこの子との間を温かくするものだと思います。この子のね、まだ2歳の元気なこの子とね、毎年このように素敵な時間をクロッキーを通じて過ごしてもらいたいなと思います。またどんどん書いてください。ありがとうございました。シュガーさんからです。シュガーさんも初めてですかね。はい、3分クロ、あ、去年出していた、ごめんなさい、去年も出してくださいました。3分クロッキー今年も書いてありまして、今年も挑戦しましたが、実際は30分もかかってしまいました。さらに書き始める前に15分も水線を眺めていたので合計45分です。花びらが白い色ばかりなので苦労しましたが、書いてる最中ずっと水仙の香りが適度な刺激で鉛筆が進みすぎてしまいました。はい、どうもありがとうございます。素敵なデッサンが来ましたね。確か昨年ブロッコリーを描かれたかなと思います。それもね、ブロッコリーがすごく面白い形をしてかっこよかった、それを捉えたっていうことが私も印象に残ってますけれども、また水仙も素敵ですよね。この時期の水仙、そして小さいけどけなげで強くて希望が見えますよね。これまでも水仙を描き留めで描かれた方もいらっしゃいますけれども、やはりいいモチーフだと思います。それに見つめ合ったってことがいいと思います。そして35分かかったっていうんですけど、いいんですよ。自宅で毎日3分クロッキーといって、3分間じゃないんですね。3分でもいいから、さっと身の回りのものに目を向けましょうということなんで、1時間かかってもいいんですよ。そして今のコメントで一番私が感激したのが、実際書く前に15分も見続けてしまいました。一番大事なのはそこです。書くことよりも見ること、それが絵にとってどれだけ大事か。クロッキー帳を持って目の前にいると、いろいろ見るんですよね。それの方が大事で、
ですから書くこと、もしくは書いたものがうまいことよりも見つめることのが大事、向かい合うことが大事。だから植物でも愛犬でもどう相手と向き合うか、そのことが一番大事なので、その書く前の15分は実はものすごく大切なこと、それをね描き初めということでそれを実感されたんだったらより良いと思います。今後も素敵なクロッキーをされてたくさん向かい合ってください。ありがとうございます。はい、NT さん、お正月、熱を出し、静かに植物を優に見立てて書いていたのですが、3日過ぎ、やはり待望のバジ公園の朝の訓練に着込んで一人、クロッキー帳片手に行ってまいりました。10歳、カルロス君です。飛ぶ姿を描くのはまだ難しく、見学者に挨拶のため休む姿です。ファイバーカステルの水性鉛筆のあるもの、色鉛筆ではないです。鉛筆の後、水筆を使うと、なかなか大変なこととなりましたが、今年、夏季に通うつもりの第一歩としてこのまま提出します。新年早々、辛いニュースが続きますが、干支の竜が皆を守り、馬たちのように良い明日に飛べるよう、皆様にとって良い年となりますようにということです。はい、ありがとうございます。わざわざね、頑張って馬事公園に行って書かれたのね。馬難しいんですよ。馬こそは歩いてたり走ってたりしますからね。それをなんとか捉えようとしたところが素晴らしいし、このジャンプってところを書かれてるのもいいですよね。やはり希望がありますよね。その希望を書こうと思った、そしてその決意がありますね。頑張ってこのような、ご自身もね、最初体調が悪かったのって最初書いてありましたけれども、絵を描くことで元気をもらったり、で書いたことで元気になったり、そしてこれからも書こうってことでまた力がみなぎってきたり、やはりね、クロッキーという大きな力を持ってると思います。毎回この方も素敵な絵を送ってくださいますけれども、クロッキーを通じて自分の中の力、そして希望をね、見出している。そしてこれを送ってくださったことで私たちもみんなも元気になる、絵の力が感じますね。今年も良い1年になりますように。ありがとうございました。私これ好きです。これいいですよねとってもやったんだってありますよね。これこそクロッキーですよねさっと飛んだ時の印象を目に焼き付けてたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、MA さんです。心が波立ち、なかなかクロッキーを描けませんでした。年末にその23、リンゴだよりの動画を拝見しました。風が強く吹く中でリンゴが揺れている映像が印象に残りました。この軸一本で身を支えているのか、軸を指でつまんで、リンゴを持ち上げました。自分の想像を超えた重みが指先から伝わりました。これを描こうと思いました。何度も何度も手を上げ下げしながら描きました。左手を使わず絵を描くというのはとても不自由で、使っていないと思っていた左手もちゃんと働いているのだなと感じました。今年の秋、リンゴ畑に私も立ちたい、そう思いました。はい、三宅さん、東さん、3分クロッキー参加者の皆さんにとって良い年となりますように。ありがとうございます。この描き止めの2回前から参加で毎年送ってくださいますよね。もうどんどん絵が素晴らしくなってきてですね、感激してます。去年の、大晦日に描かれたエビのデッサンであったり、新種のお菓子の絵も送ってくださいましたけれども、描くごとに素晴らしくなってくる。やはりその間にいろいろなものを見つめて描いているんだと思います。そしてこの今回、この素晴らしい絵でちょっと感激しました。2回前の動画のブログもね、見てくださってありがとうございます。リンゴ園のブログを見てくれたってことですけれども、なぜこれが素晴らしいかというと、このヘタを持ってますよね。持って重さを感じている。そして このリンゴがそれを感じていることが現れてるんですよ。多くの方はリンゴって輪郭線を描いてから、下手でも描かなきゃみたいに描くんですけれども、逆ですよね。一番大事なとこから
大きく膨らんできて重さを持ち始めているっていう見えたものがここに映ってます。クロッキーって簡単に捉えるっていう、簡単にするんじゃなくて大事なとこから捉えるのがクロッキー、それの大事なとこから描けている気がします。素晴らしい絵でなってると思います。これこそリンゴの一番大事なところを捉えたんじゃないかなと、いいスタートを切れたと思います。今後もこの動画を通じて、またはご自身でたくさんいろんなものを書かれて、良い一年過ごされてください。ありがとうございます。私も多分また秋に川場村でのワークショップあると思いますので、はい、ぜひ一緒に行きたい。お待ちしております。こちらもお正月らしい、はい、TM さんです。今年もよろしくお願いいたします。熱海で描いた一枚です。何十年ぶり、思い出せないくらい久しぶりに海を描きました。雲が低く日の出は見られませんでしたが、雲の上に太陽が出た途端に光線が差し、海面も光り出し、とても美しい朝でした。遠くに見えるのは、初島です。朝の感じを出したかったのですが、ということです。ありがとうございます。素晴らしい絵だね。なんかこう熱海行きたいなって感じになります確か一昨年は自宅の方から見た富士山の初日の出というかね、描かれたと思います。去年は愛猫だったかな。このようにね、風景だろうが愛猫だろうが、やはり物を丁寧に見て、それを捉える力がすごく高いと思います。この海、そして朝の光と水を捉えと空気全部かな、素晴らしい空気感が伝わってきます。これを描いたことで、おそらく自分自身が一番刻み込まれてるんですよね。見る私たちでも素敵だなと思うんですが、多分本人はもっと素晴らしい景色が眼前に広がってたはずです。これはね、やはり写真では写らない自分の中に刻み込む、その手段がこのスケッチだと思います。この景色は多分一生忘れないと思いますよ。この空気感であったり、いろんなものが、五感が全部この絵に入っていると思います。でご自身の中に刻まれたこの素敵な光景と時間、そしてこの経験を刻まれた素晴らしい絵描き染めになったと思います。また素敵な絵を見せてください。ありがとうございます。見えるかな、はい、EY さんです。お正月に長野の実家に帰省し、両親が家庭菜園で作っていた大根を掘り出しました。小ぶりな大根ですが、葉も味噌汁に使って味わいました。店頭にきれいに並んでいる状態とは違い、葉が生き生きとしている様子が印象的でした。はい、どうもありがとうございます。ポストイットですよね。身近にあるものにさっと描く、これはクロッキーの醍醐味だと思いますし、クロッキーだからこそできることだと思います。そしてね、大事なのが上手い下手ではなく、このさっと描く、このさっと描く第一歩を踏み出すのが一番難しいんですよね。それが絵描き染めでできたってことは大きいことだと思います。この小さな一歩からどんどん大きくなって、次はこうしよう、あれは今度はあれを描こうというようにどんどん大きくなります。その最初の一歩がどれだけ難しいか、それを出してくれたことに感謝いたします。今後も素敵なものを描かれてください。特にね、この自分で抜いた大根、海底菜園のっていう素敵なモチーフですよね。こういうクロッキーしたいってものを書かれた、それはいいことかなと思います。まあ、バラしてしまいますと、うちの職員の吉田のクロッキーなんです。はい、ありがとうございます。普段吉田さんはあまり絵を描いたりとかしないんですが、今回は何とかしてこのクロッキー参加するって年末から、言っていて、今日やっとこれを持ってきたら、他の方と違って印刷物ではなくてそのままの線で、はい、ありがとうございます。リアリティがありますねまた素敵なものを見せてください。ではラストは、毎回ラストは、はい、はい、どなたのクロッキーでしょうか。はい、IM さんですね。私です
私三宅が描いた今年の絵描き初め、私の母を描きました。あの母が描いたのは初めてなんですけれども、まあ、元旦に描いたのがこの1枚だったことで、これを出しました。まあ、母のね、心身の不調で、まあ、お正月はもうかかりっきりだったわけです。まあ、その結果的にこの絵もモチーフが相手が母になった、まあ、それが今の自分自身を捉える、まあ、クロッキーの本質的なことかなと思います。本来でしたらもっとね、お正月らしい華やかなモチーフを探そうと思ったんですけれども、全然そんな気分にならなかったというか、やはり一番自分が接していた母を描くってことになりました。まあ、さっとね、食卓を向こうにした、まあ、おせち料理を食べ終わった後にさっと描いたものですけれども、私普段電車でクロッキーをしているものですから、もう電車でささっと描くように母を盗み描きというか、さっと描きました。まあ、これがね、母と改めて見て、いろいろこれまでの感謝やいろんなことを考えるきっかけになります。まあ、自画像のような形にも母を通してなってるかもしれないんですよね。やはり元旦ってことはちょっとやはり思い入れがいろいろあって、いろいろ考えることになります。ですから、クロッキーというのは書くことよりも向き合うこと、まあ、私の場合はたまたまこれ向き合ったのが母であった。今年は昨年は自画像として自分に向き合いました。今回も20名の方をお送りくださいまして、いろいろなモチーフを送ってくださいました。愛犬や自分のいろいろな身近なもの、自分と向き合いたいもの、アドマヤさんのようにトーシューズを自分の大事な道具の一つ、心身の一部であるもの、そのように大事なものと向き合うこと、向き合うことが何より大事だということ、それを一番実感する、もしくは考える、そのきっかけなのが元旦、お正月なんじゃないかと思います。まあ、これこそ絵描き初めというものを私たちが提唱してますけれども、絵描き初めの素晴らしい効果が今回送ってくださった20名の皆さんから見させていただきました。本当にね、皆様の元旦を共有させていただいてありがとうございます。また今日がスタートですので、これから1年間また様々なものをクロッキーを通して、そして見つめて、それをしたためて、そうすると素敵な1年になるんじゃないかなって思いますし、そうなることを願っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本当に絵描き初め、これはもういつまでもずっと習慣化したと思うぐらい、うん、やっぱり毎年の初めに何を描こうかなっていう時に、うん、今自分が何を大事にしているのかなっていうことを考えるきっかけいただいたなと私も思います。なりますね、本当にね、本当に皆さん相当考えたと思います。それで考えてくださって、またね、お送りしてされてなくても書かれている方もいらっしゃると思います。そのように考えること、考えるきっかけとしてクロッキーというものがあったらいいなと思います。では今年も、自宅で毎日3分クロッキー、はい、続けていきたいと思いますので、はい、また配信の方も一時期よりかは少なくはなってきますけれども、また動画の方もお送りしたいと思いますので、はい、どうぞ引き続き今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。